にちは、シムアートダイアリーです。今回は神社というテーマで書いてみました。よろしくお願いします。 iPad Pro を買ってから10日が経ったんですけども、ようやく自分が使っている絵を描くソフトの使い方が分かってきました。ちなみに使っているソフトというのは Ibis Paint X という無料でダウンロードできるものを使っております。このアプリは無料版と有料版というのがあるんですけども、僕は無料版を使っていて、無料版だと筆のスタイルだったり、フォントの数が限られてしまいます。ですが限られた中でも割と使えるものが多いので無料版を使っています。今は無料版を使っているんですけども、今後絵を描くことが多くなってきたりした場合には有料版の購入を考えたり、または他の有料のアプリっていうのも検討してみたいと思います。この動画を見ている方で詳しい方がいれば、コメント欄でおすすめのアプリ等を教えてほしいです。動画を見ていただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。